どんな違いがあるのかなっていうのをやろうと思ってるんですよ。いや、でも、ないんですかね、その辺の動画って、まだ。あのね、それ、僕探してみたんですけど、ないんですよ。紋章魔法一個一個あるんですよ。ないんだら、割と需要あると思いますよ。これで1000人超えしてお金をもらうんだ。待ってくださいね。よし。再生時間も3000時間稼いで。そうだ。もう、1テスト。ワンからね、5まで。2テスト2。いやレックンじゃなかったかも。自分のことを呼んで何言ってんだと。よし、配信来ました。え？ちょっと西郷さんがちょっと来れないかもしれないらしいんですよ。あ、本当っすか。あらら。お帰りです。またお友達に蹴られてるのかな。お友達に蹴られたり、キスマークをつけられたりする。招待。よし。ディスコードのチャットに、はい。専用部屋の URL 貼ります。はい、ありまはした。い。よかいつだ。はい。これで入ればいい。これで参加でいいんですよね、きっと。はい。お、いけた、いけた。何しようかな。あ、これいいですね。怖いなあ、そうだ。あの人だ。配信つけようと思ったんですけど、ハードディスクの中身が飛んでしまったんでね。そう。え、大丈夫ですか？それは。ハードディスクの写真とか、音楽とか置いておくとこが、ぶっ飛んで、システム方面の方は、全然大丈夫ちょだっっとたんで待ってくすださいね。今一人ちょっとよろしければ来ませんかって誘いの DM 送るんで。わかりました。で、アーカイブ用のハードディスクがほぼほぼね、いってしまわれたんで。あははははあらら。え、それは、もう、寿命みたいな感じでですか？それがわかんないですね。僕酔っ払ってて、自分でやらかした感があるんですよね。それだともう何にも言えないですけど。言ってくださいよ。クズ、お前はクズだと言ってくださいよ。煽る方向で。いやー、クズだなーって言ってくださいよ。で、前の日まで会ったのに、次の日、あれだもん、ないんだもん。ないない、酔っ払って、イェーっつって。でも、やんないじゃないですか、さすがに。なんだろう、何でしたっけ、優しく、一応、ちょっとまずやってみますか。そうですね。はい。あ、ちょっと待ってください。サモアさんの声が聞こえるんですけど、ロアさんの声が。やっぱこんぐらいじゃないとダメですよ。
そうっすね、なんか遠かったっすね、今。ああ、僕は別に大丈夫ですか？はい。うん。あ大丈夫っす。佐野くん大丈夫。佐野さんで呼んだ方がいいか、山芋で呼んだ方が、山芋さんって呼んだ方がいいか、どっちの方がいいですか？え、どちらでも。あ、どっちでもいいか。すいません。あれ、ちなみにこれって配信をつける感じですか？僕はつけました。視点配信 つけたい人はつけてください。はい、了解です。はい。僕の視点配信もついてます。あ、皆さんこんばんは。どうも。どうも。こんばんは。こんばんは。よし。じゃあ、ちょっと試しに一回やってみましょう。そうですね。はい。よし、じゃあ開始をします。はい。はい、来た。お、もう始まってるんですね。ちょっと音を、はい、効果音を散りたかったんだよな、しまった。これ僕実際にやるのも初めてなんですけど、はい。お題は、なんか書いた方がいいんですかね。とりあえず見送っても。お任せします。これって元から入ってるのそのまま完了でいいのか。どうなんだろう。自分で考えた方がいいのか。自分で考えた方がいいです。とりあえずこれでどうなの？あ、自分でも決められるし、元から、あ、じゃあちょっと完了で。すいません、時間なかったの。うん、難しいの、これ。え？マジか。これは、マジで。ちょっと待って。難しい。あ、こういう感じなんだ。マジか。なるほど。むず。こういう感じか。なるほど。なんだこれ。使い方がわかんない。これは難しいっすね。やばいな。割と難しいよね。うん、難しい。よし、交換をつけた。僕これ絶対当たらないのがわかるわ。やばい。当たらないのが分かった上でこれはもう良しとしよう。これはひどいなぁ。いやーこれさぁ初めて書くから勝手があれだね、分かんないね。リズムしとかあんのかなこれ。そうなんですよね。みんなお酒飲んでもそう戻すっていいのか。お酒飲んでる人。あ、飲んでますよ。飲んでまーす。あ、やった。じゃあ、このまま。ああどうしよう、こいつ。やばいな、難しい。へぇー。よし。ね、人が書いたものを説明するんですよね。なるほど。何これ。めっちゃうまいじゃないですか、もう。なんだろうこれ。なんだ。待って、もう、はい。
やべ。ああマジか。はどういうことだ。さえを書こう。マジか。書くのが遅くて、書ききれなかったんです。まあでも、その通り書くしかないかな。まあ、最初だから、ね。ああ、懐かしいね。ああ。なるほど。ちょっとね。難しいね、これ書くの。初めてマウスで書いてるけど。ペンタブでも書けるらしいですね。ああ、ペンタブの方がいいよね。ペンタブいいですよ。すごい簡単に書けます。ペンタブあるけど、もう、なんか、三日坊主くらい。いいな、ペンタブ。ペンタブ安いですよ、安いのは。それってあれですか、USB のとこつなげてみたいな感じでできるんですか。そうそうそう。なんか詳しくは知らないけど、なんかとにかくペンタブでやってる人なんかいますよ。絶対ペンタブの方がいいっすよね、やるなら。ほんと3000円とかで多分買えると思いますよ。あ、意外とお手頃な。書ける範囲がちょっと狭かったりはしますけど。ああ。まあ、慣れれば割と、最初はそんなに気にならないと思うんで。そのたま、そのままペンタブの沼に使って液タブ買いましょうよ。液タブになるとめちゃくちゃ高くなりますけど。ああ。ちょっと待って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 。やめなかったよ。いや、最近さ、はい。黒を見たんですよ。来る。よし。さあね、トップバッター、まあ、最初なんでね、どんな感じになるか。あ、これは一応お試しみたいな感じなんですか。まあまあ最初なんで、うん。そうです。ざっくり。よし、できましょう。これあのデフォルトのお題ですね。まで瞑想中。あー、あれかー。うわぁ、なんか、瞳呼吸かと思いました、僕。は、これ、文字入力する時間がちょっと、思ったより短くて。そうですね。そうですね。うん、俺はそのまま。このレジさんの歯もいい感じですね。ここに、ここにびっくりマークと、ハテナがあったらもう、煽ってるよね。うん。若干血出てますけど。ちょっと若干違う。ああ、これかー。さっきのは。え、ジン。え、ダサ。ああ。ああ、ダサ。これはひどい。ひどい。なんかこの、鍛えてる感じを出そうとしたんだけど、ジン。それでジンって伝わらんかなと思ったの。逆上がりする人、観察する人。いや、でも逆上がり。僧侶をどうやって書けばいいんだと思った。逆上がり、あれか、逆上がりじゃないのか。逆上がり。逆上がり、あれ逆上がり、ん？どっか。あ、でも、ジノでも逆上がりやってる人、多分いるでしょ。僕はあれなんですよ、上半身でこうグッと握ってグーっていうのはできないですよ。握ってこう後ろの重りを持つのができなくて、なんか子供の時に登り棒とかありました。あー、ありますね。あれ降りれるけど登れないっていうタイプでした。うん、結構難しいっすね。なんか、塗りつぶしとか、なんか全然違うとこ塗っちゃったりとか。意外と。
薄い。はい、よし。つまあ、これか。なるほど。あクッソか。かわいい。クッソが出てるから、うん。ああ、そうかそうか。あ、うまい。うまい。すごいな。最後のこれ、好きだわ、カメさん、かわいい。なんで、まあ、なんとなく雰囲気は、つながってますよ。なんで2連続カメなんすか2連続カメ。なるほど。こういう感じなんですね。最後のカメさんも可愛い。はいはい。なるほど。なるほど。うまい人がやるといいですね。クッパだったか。そうそう、クッパだったんですけど、これ。まさかクッパが出てくると思ってなかった。マットか。ああ、何？いや、これマッチです。大丈夫です。ちょっと5時です。お手。Wi-Fi やハローテンしてる人かなと思って。基本燃やすのいいな。お寺をどうやって書こうかなと思ったの。結構難しいっすよね。いやー、なるほど、こういう感じか。そうかそうか。これはね、まあこういう感じですね、最初。そうね。これは練習なんで、本当は実はみんなえぐい上手いんですよ。そこのハードルを上げるんですか。実はみんな F うまくて、あの子供の時とか金賞取ってるんで、ちょっと下げてきました。だから、なんか、夏休みの提出とかで、そう、美術館に飾られるやつですよ。そうですよ。いや僕昔流れは把握した。僕昔語られましたからね。そうなんですか。うん、なんかあれなんだ、なんかこう食えないけどキュウリみたいなやつって何でしたっけ。ん食えないけどキュウリみたいなやつってありましたっけ？なん、ヘチマ？あ、そう。ああ、はい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 。ヘチマの絵を描いたら賞を取りました。夏っすか？夏ですね。僕もそれしか覚えてないです。ヘチマの絵と渋い。渋い。ヘチマの絵をね。ねっとり書いてたね。あら、いいやないの、つって。あ、待って。OK。じゃあ、ちょっと西、もう一回やってみましょうか。そうですね。そう。なんとなく流れは分かってきました。そう、流れは。あ、どうも、こんばんは。ようこそいらっしゃい。どうも。あ、チャットしろいときはちょっとミュートにした方がいいな。まあ、ああ、なるほど。これはでも自分で考える。他の視点配信の人の視聴者が何のこっちゃわからなくなるです。まあ、そこは別にご愛嬌という形でしなくても。まあ。まあ、こんな。今、ガーティックフォンをやってます。この、電音絵描きゲームですね。これを皆さんでやってます。ああ
どうしました？ あ、大丈夫です。おー。おー、なるほど。え、なんだこれ。このお題書き損ねると結構大変っすね。ですね。ちょっと、なかなか難しいものが。なるほど。指導は消す15分しかない。自分もなんか別にいないですか？鉛筆マークの横に。あ、消しゴムありますね。確かに、鉛筆の隣ですね。あ、これ違う。今間違えた。戻る、戻る。あ、戻られました。なんだこれ、何なんだろう。しょ。あね、やべえな。よし、これ難しかった。難しかったじゃねえ、まだ書けるんだ。で、これで。あ、これでいいかもしれお酒飲んでいいですか？わかんねえ、これ。お酒飲んでるんじゃないですか？飲んでるんですよ。また飲んでいいですか？あれ、ロアさん、もうお酒は飲まないって、なんかツイートしてたような。わー、これはうまい。お、この。あ、ちょっと、やりまええー。なんだろう、これ。やべやべ、時間が。わあ。なにこれ。すごいな。なんだこれは。これまたすごいのが来ましたね。これは、また文章がちょっとわかんないな。どうしようかな。なんだろうこれ。わかんねえ。サーゲンのがうますぎてわなんか やべえって思ってしまう。でも多分今のタイミング流れてませんよ。あ、そうなんですか。難しい。やべえ、ウイスキー3日持つからちょっと1本買ってきてくれって言ったら今日でなくなりそう。いやね。いやー、もう僕は、ね、幻想水湖というのね、魔法、魔法、紋章魔法ね。はいはい。紋章魔法。
全コンプ動画を出しますんで、いつか。じゃあできたら見ますね。ありがとうございます。あ、ついでにチャンネル登録といいねを押しておいてください。典型的な YouTuber の宣伝みたいな。あ、むずいな、これ。え、終わったのか。ありましょう。はい。まずは、さ、これがどう、なんか。あ、そうなの。かわいい。おぉ、わかりやすい。なんで女性陣になったんですか、なんとか星人みたいな感じになっちゃいましたよ、俺。僕、火星人で書こうとしたんですけど、全然。あー、そういうことかな。そうそうそう。いや、でも、遊園地は繋がってますよ。繋がりましたね。おいおい、なかなか。やっぱクラゲ、これ最初、これかわいい、すごい。いいね、ああ、そうか、そうか。しっかり遊園地。あ、レジさんもこれ遊園地。観覧車、いいですね、これ。そう、そこもこれ近い。宇宙人もかわいいし。よくわかりましたね。もうずーはい、ああ。あ、カービィ、よかった、よかった。カービィは合ってたんだ。すごい、手は持ってたけども、全然なんか、同時じゃないとこは。もう概念みたいになってますけど。そうそう、よかった、カービィ。だいたい、手が動けても、あ、お、あみたいなぐらいで。若松さん、カービィの手を書き忘れてたんだね。最初手書いたんですけど、なんか頭を絵にしようと思ったんですけど、なんか万歳してるに見えちゃうんですよ。あ、でなんか、あ、まあ、万歳ってなんか思われる可能性あるから。じゃあ手足が短いですからね。そうなんですよね。ロアスさんは少女。そう、もうね、少女っていうのがよく分かんなかったから、もうモニターして。あ、指さしてるように見える感じになった。なるほどか、そっかそっか。2割ともこれ、いいです、いいですね、これ。みんな、絵うまいなぁ。少女って誰だよ。なんで書こうとしたんですか、ノアさん。少女。少女。あ、少女ってこと？そうそうそう。あ、少女。まあ、そういうことか。うん、これ結構お題をあれっすよ。書き間違えるととんでもないっす。そうなんですよ。致命的ですよね。うん。いやー、でもこれ、絵がいい感じ、すごい。あー、マジか。なるほど。あー、かわいい。あんまり、シワワニを見えました。あー、いいじゃないですか、赤野さん、これ。最初はオレンジにしちゃって、あ、やばいと思って、黄色に急いで変更したんですよね。いいじゃないですか。シマウマに見えないもの。ああ、そうか。白と黒の線だったら、そっか、シマウマか。なるほど。やばい、まったりしてるっていうのを伝えるには、音符マークがいいかなと思って。やばいな、これ。表現方法も大事だな。
A 下手芸人に呼ばれてしまうかもしれない。これから練習していきましょうじゃん。練習して。ロさんはガーティックフォンプロ目指しましょう。ロさんタイピングを間違えないでください。この身を。あのね、もうタイピング僕酔ってなくても間違えてやべえなと思って。なんか音声入力みたいなの言えたら、あ、でもそれじゃあれか、聞こえちゃうか。あのね、最初は入れ、あの、キーヤムロードさんのやつを使ってたんですけど。はい。だから、OK やなと思ってないですけど。だんだん使わなくなってきて、ちょっと自分の声やと思って、そして自分の視点って思ったらもうダメだった。すごい今の説明めんどくさいなと思ったので聞かなかったことにしてください。うん、わあ、サマくん、サマくんが笑ってる。すごいな。何ですかその感じ。配信通りのサマくんだと思って。配信通りよ。そう、なんかみんなさ配信通りの人じゃないですか。ロアさんは違うんですか。僕はあのボイチェ使ってあの女の子のやつ。あれそんな、え、もうそういう感じにあれですか。ああ、私、あの、全然わからなくて、あの、姫なんですけど。うちの愛人はそうなってるのか。そう。こんなんやったら殺されるよな。VTuber。ムータンが全然殴ってくれなくて。今度それやってくださいよ。もう。3セットでよろしいでしょうか。はい、はい、よし、うん、あ、そういうあの時間が間に合えばあのこれいけるかもしれませんって人がいます。お、本当に。はい、わ、待って、ちょっと飲んで。待って待って、デフォルトで。デフォルトで、それなりのお題が出てくれればいいんですけどね。あ、そうですよね。お。おお。はいはい。あ、そう。まともなお題が。そう。この前さ、めいっ子を連れてきて、あの妹が。はい。めっちゃ可愛かった。僕見て、誰かなみたいな顔してるの。いいですね。そう。僕はね、あの、子供作る気ないから、あれなんですけど。こうだっけ、塗りつぶしとかありますよ。あ、あった。右側の4番目にありますよ。多分。いいや。マリオ、やべえ、マリオペイントみたいになってきた。ああ、マリオペイント。
300ペイントは入れたいけど、永遠にやってましたね。我は灰の王なり。うん、もうどうしよう、直せない、うん、まあこれここまでだな、俺が勝手に変えるのかな。なんだろう、うん、うんうん、あお、あれだな、説明の時は急がないの。そうですね、ここ結構時間短いですよ、うん、ですよね。やばい、今部屋に蚊がいるんだよな。あっ、おっとっと、なるほど。え、うん、あっと、なるほど、なるほど。あ、こうか。あ、なるほど、なるほど。あ、これ意外とペイントツールとしてちゃんとしてますね。大きいのはありますよ、意外と、うん、これはなかなか。僕はこれはうまくいったと思ってます。僕も自信作が、ハードル上げて大丈夫ですか？怖いな、怖いんだよな。僕はもうね、いやーでも、おっ、あ、終わったのか。うわー、どんなんだろう。さあ、行きましょう。さあ、これがどうなっていくか。おお、これこのお題は何なんですか。すごいうまい。おお、これはあれですよね、つながってますよね。おお、直線ツール使いこなしてるじゃないですか。やったぜ。これはなかなかいい感じになりましたね。これはもう成功と言っても過言ではない。なんかちゃんといい、ね、お、俺の石同士がやったら逆にわけわかんないな。うまいってチャット来ましたよ。おー、あ、いいじゃないですか。
ぱりマイヤーが。え、やっぱペンタブとか使ってるんですか？やばいです。はい。あ、そこ。僕、iPad ですね。ああ、なるほど。なるほど。うまいな。iPad。あ。さ、これね。さ。かわいい。そう、水素水って言われるから。スライムってのは使わなかったか。スライムから水素水に行くってなかなかっすよね。変わるのに。なんか水素水を作る。なんか生物みたいな感じになってあ、水素水くんみたいなね。そうそう、水素水を作ってなんか水くん、をやらかすマスコットみたいな。そうそう、この子は水素くんですよ。難しかった。岩みたいになっちゃった。いやでも水素水が出来上がってよかったですやっぱね、スライムって水素水なんですよ。あ、もう一人なんか来ました。一人とあの参加来ましたね。おお、五人でできる。誰です？ちょっと写真ね。水素水くん。水素水くんいいな。こっち来て。すごい可愛いよな。一人新しく入ってきてくれたので、次の試合から5人でやります。いいっすね。はい、5人で違うのかな。違うでしょうね。一人のなんか、まあとにかく違うでしょうね。よし。ああ、なるほど。あ、これか。お、いいですね。おいおー、あ、つながってるじゃないですか。おー、よかったよかった。うん、伝わった。死んだが、頭打ってますよ。血だね。結構大惨事だ。急に死んだが。まあ、頭から落ちたら、ちょっと危ないですからね。なんだなんだ。確かに。めぐれ警部が来るやつですね。よかった、ね、伝わって。これは OK ですね。電話成功ですね。うん、成功ですね、確かに。ちなみに、僕のところのチャット、さっきの水素水君、すごい、受けてますよ。おぉ、いいですね。よし。じゃあ、配信のマスコットとして使ってもらって。あーそういうことか。全然違うじゃん、内容が。本当に分からなかったんですよ。あ、うまい。おー、うまい。あー、いいですね。全然内容違ったんですね、これ。あれ、カービィかと思って、あれみたいなのあったんですけど。マスクのところを黒くしようとして、顔まで。そういうことなっちゃいましたね。多分ね。なんかね、カービィはきっとマスクを使うんで、マスク使うときね。黒かいでも、プキュンに見えるよ。黒みたいな感じの。こういうことか。黒マスクを使ってたんすな。黒マスクか。黒マスクが。結構攻めてるな。でかすぎて顔が埋まっちゃってる。そうか。ま、僕それさっきカービィがお題で出たから、かぶせてきたかなと思った。なるほど。あ、なるほど。よし、OK。さあ次行きましょう。ああ、長良くん、あれ長良くんは、あ、いるあれ、チャットの方に入ってきた。どうも、ラフライさん、こんばんは。あれ
信。こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。え、みんな声が聞こえてるんです。すいません、もしかして、はい、ファミコンの 3D の方で喋ってます？あ、大丈夫ですか？私。あ、いえ。よし。はい。僕はなんとか聞こえてます。僕もなんとか聞けてます。ちょっと途切れ途切れ。そうですね。途切れ途切れ。もし調整できるなら、今のうちにしといた方がいいかもしれない。そうですね。プツプツなんで、なんか、そうですね。あったら、はい。そうです。いやー、ついに一人増えましたね。これでさらにあれだな、面白くなってくる。そうですね。あ、そうだ、伝えようと思ってたことなんですよ。はい。あの、さまくんに。はい。あの、たまに絵描いて出すじゃないですか。はい。あ、ちょっと、あれの、見ざる言わざる聞かざるのやつがめっちゃ好きで。そう。結構前のやつですよ。うん。あれが好きすぎて僕はもう、ほう無画面にしてるんですよね。結構恥ずかしいことを言われましたけど、ありがとうございます。かわいいと。かわいいけど。すいません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。よく、はい、途切れないです。よし。音声回復しました。あ、死んだ。僕は、なんとか、大丈夫です。聞き取れてる感じです。僕は OK です。よし。あ、です。では。ちょっと、アメンボ赤いな、アイヒーをって言ってもらっていいですか？急な。うん。ラクラク、ゴー！アメンボ赤いな、アイヒーは、なしでいいんですね。どうしようか。はい。いや、とにかく、じゃあ、やります。行きましょう。よろしくお願いします。ちょっと入り直してもいいですか？あ、どうぞどうぞ。はい。電波？すいません、ね、ラクライさん、急にお願いしてしまって。いや、大丈夫です。1ゲームテールしたら大丈夫です。ラクライ君、久しぶりだね。お久しぶりです。そうよ。なんか、ね。ロアさん、顔広いな。顔広いのかな、わからん。ちゃんと、お前もわかんない、ああいうのって言ったわ。よし、では、やりましょうか。はいはい。ウィス。よし、行きましょう。うわ、やめろ。何じゃないですか。そういうことか。なるほど。もうちょっとの他のツールみたいなのをちょっと使ってた方がいいかな。これはね、もう今回はもうめちゃくちゃ簡単にしました。お、ありがたい。うん。次にマウスがなんで、あんま期待しないでください。大丈夫。僕もマウスなんで。おっと。ああ、途中になっちゃったけど、まあ、ギリギリ大丈夫か。おー、なるほど。いいお題だ。
で、違う違う違うか、あれ、マジマジマジ、でも、痛めばいいのか、小さくして今、誰か呪文唱えました？若干まだロボロボしてますね。うん、ああ、はい。あ。はい、間に合うかなこれ。はい。間に合うかな。無理か。まずい。カウントダウンだ。ベルの音やだな。このベルの音やだね。黒電話って感じ。ベルの音。確かに、ちょっとね。みんな昔黒電話使ってました。ああ、おばあちゃんの家黒電話でしたね。あ、これ。うん。でも見たことはないですね。ああ、そうなんだ。今は使ってなかったんですけど、ピンク式のダイヤル電話を使ったことあります。ああ、なるほど、なるほど。いいですね。あ、そういうのありますね。え？うん、あ、やべ、時間ないのか、これ。あ、待ってくれ。おぉ、おぉ、すごい。ローマ字打ち。なんだろう。すいません、入り直したら、日本語打ちが。あ、そうです。あ、なるほど。そのパターンか。そっか、そっか、なるほど。もうみんな無言になるやな、ちゃんと。ちょっと喋る余裕とかあんまりないっすよね。ないっすね、これは。あんまり、ないな、これは。過剰に付け出さん方がいいかな。どうなんだろうな。まあ。しまったな。いや、難しい。抱きしめたらしゅー。
もう、ばあさんが歌い出した。急に歌うよ。いや、これ難しいな。これ難しい。ダメだ。俺には無理。お、え、これは。あ、これまだ続くんだ。ああ、なんだこれって。なんだろうこれ。やばい。マジか。いやー、なんか今回すごかったな。全然ダメだわ。俺もう、ほんとちゃんと絵描かなきゃ。さあ、これ楽しい。これうまいんだよ。いいですね、かわいい。スイカはスイカのままなんですね。ああ、そう、かわいい。いいじゃないですか。これは素晴らしい。腹でこのまま来たのか。あ、なるほど。いや、なんか。ですね。ああ、これ空だと、一番最初の人？ああ、なるほど、なるほど。これ、あ、そうか、空だと、こういう感じになるんだ。僕、頑張って書い、なんかいろいろ書こうと思ったら、あ、ほんと、恐怖の黒電話が。このなんか、スイカくんかわいい。これいいですね。これ好きだわ。熱いサングラス。正座していいですか？おぐなちゃん、チャットもすごいって言ってますよ。ありがとうございます。おー、いいですね。さあ、続きましょう。トラックにフリーズ行く。あーここあー、黒いのゴミ袋だったんですね。あ、伝わった。伝わってない。ずれてはいますけど。恐ろしいやん。フリースイ伝わり、伝わった。人によっては隕石に見えるかもしれない。あ、ちょっと今はあれしていいですか。よし、フリースイが伝わったから十分 OK だ。よし、あー、なるほど。よし、さあ次。これがですね、元ネタ全然わかんなかったので、ムルーライトプリンセスって画像検索って一番最初のやつを頑張って書きました。あ、そういう美術館になったのか。プリちゃんでいいんですか。あ、すごい。すごい。どんどんいい感じになってくる。ああ、美術館は一応。だってよかった。だから、僕、タキシードミラージュって歌ったじゃないですか。鬼なお題じゃないですか。それで歌っとったんか。そう。いや、でも美術館っていうのはちゃんとうまいこと流れてきましたね。よかったよかった。よく考えたら、それは名前が違うなと思って。よし。次、ラフレさん。ペンギンなんだ、よかったよかった。はい。かわいいですね。なんかバタバタしてる感じがいいですね。天国への、違う意味で空を飛びましたね。よかったね。飛べたね。飛べた。飛びましたね。
ペンギンはでも繋がりましたね。ペンギンは繋がりましたけど。ペンギンちょっとも繋がりましたね。バッドエンドじゃないですか。それが展開の技になってきて。やっぱりなんか頭の上に描くとなんか輪っかに見えますねやっぱ。うん。ペンギンは伝わった。よでもよくわかったなあの輪っかで。あこれ。ああどうだろうこれ。ああなるほどこれか。ええー。僕どんな感じしたの。したいよ。かわいい。おお、味がある。うまい。なんで？なんか、事後報告というか、なんというか。スマブラで新キャラとして子供もいませんでしたっけ？黒いクマ参戦。そうそう、そう、そう、参戦ってやつですよね。あ、そうか。なるほどね。黒いのし、どう描こうかなってなっちゃったんですよね。ああ、なるほど。そうか、そうか。僕はもう、これ見た瞬間、あいつだって思ってしまった。スマブラの新キャラのあいつだって思ってしまった。あ、スマブラ浮かんだんですね。そうなんですよね。タキシートミラージュお気に入りウキウキじゃないですかウキウキですよ5人だとこういう感じなんですねなかなかまた全然変わりますね確かに面白い面白い5人とはちょっと変わりましたね、うんみんなしっかり書いてるなと思って、僕今ちょっと反省してます。ノアさん、これもう終わったら絶対ペンタブ買うやつだな。ねえ。じゃあ次よろしいでしょうか。Please。はい。よし、お願いします。はい。そう、目が覚めましたんで、まだ次もできます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあどんなお題が。お題は大事。いや、適当にしたなぁ。おぉ、これは、すごい。ゲームっぽいのが来た。なんか。でもこれさぁ、何あれだな。あ、います。すげぇ必死にペンタブを探してたけど、ペンタブ持ってなかった、ちゃんと。ねもう買った気でいるじゃないですか。そうだ、ペンタ買ったことになってるんですね。恐ろしいな。なるほど。むずいなぁ、ほら。確かにむずい。まあ、具体的にはすごいシンプルなんだけど、書くとなると別だなぁ。ああ、確かに。
あれか、うまいこと、絵があれでも、表現さえうまくできれば。そうだな、これでいいや。表現さえうまいことできれば。じゃあちょっとみんなに、分かってもらえば。ずっと歌ってもらえばいいですか。あ、でもな、変に書きすぎるとあれか。無茶ぶり始まりましたけど、今。そして、スルーされましたけど、今。時間ないな。マジ時間が。時間が。難しい。やばいな、これちょっと危険に伝わるかもしれない。やばいな、やばいな。まあまあギリギリ書いたか。この説明してなんだ、うん、あ、これすごいな、すごい、マジか。そうか、なん、むずいな、俺。なんだっけ、これ。あったっけなぁ。あ、待って。こんな感じだったっけ。あんないなぁ。難しすぎる。シンプルなのって難しいな。難しいですよね。マジか、これ難しいな。ちょわこれ結構難しいかもしれん。ラクラ君いいっすよ。もう。無理だ、俺には無理だ。これ難しすぎる。なんだろう、これ。なんだろうな、これ。それ、さすがに空白がいいか、なんか書こう。時間が異様に短い。
確かに、もう近いですね。ああなんて答え。お疲れ様でした。お疲れ様でした。って答え。楽しみだ。おー。最初なんか、変に。いや、書きにくいものにしてしまいました。すみません。いや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 。ああ、いいですね。おぉ、いいですね。あ、はいはいはい。あ、いいじゃん。地中から出て。ああ、なるほど。ああ。ああ。出てるところを書いてしまった。でも、足のところ。そう。なるほど。色合い的に。そうね。若干色違うな。そうなんだけど、これやらかしましたね。あ、でもいいんじゃないですか、これは。なかなか、そうですよね。タケノコは、あれですから、もう、引き継がれてるというか。タケノコはちゃんとがっつり。確かに、さつまいもに見えますね。見える。そう言われてみれば。あー、タケノコ食べたい。チンジャオロース食べたい。ああ、いいですね。チンジャオロース。うん。美味しい。チンジャオロース。竹の処理が、竹じゃない。竹の子の処理がむずいから。うん。美味しい、竹の子のチンジャオロース。ああ、なるほど。ああ、やはり、そっか、やはり。おじいさんの目が、じいさんっぽくなってしまった。あれじゃないですか。母さん若くないですか、おじいさんにしては。それがもう、それが不安要素だったんですよ。伝わるかなって。短パン履いてましたけど。もう結構アクティブなおじいさんっていう。僕に関しては、嗅ぎきれてないからね。え、ガチ。まあ、ここは、最後は割とまあなんかこう。手がカニになった少女って書きたかったんですよ。違う。うん。少女。そう。あ、ポイントって書くの難しいですね。あの文字書いちゃいけないんですから。そうですね。裏に先生が来てなんだこれみたいな怒ってる方が良かったかもしれません。ああ。ま、うん。だろう、もう直接的な文字はあれですけど、うん、そのなんだ、俺だったらさっきトイレのお題があったんですよ。はい。うん、それはとうとうぐらいは書きましたけどね。TOTO って。ああ。WC じゃなくてとうとうが選ぶとはなかなか。会社の名前を。イナックス派じゃないんですね。イナックス、あ、イナックス、あ、イナックス、とうとうがよく見るかな、ここ最近は。そうね、トートーいいよね。うん、いや、便器語ると5時間ぐらいかかるから。そんなに便器ね。あー、そういうことか。あー、ガイルだったんですね。ガイルを書くのにも時間かかっちゃって。あ、でもこれ、レジさんすごい。対戦相手変わりましたけど。ブラッシュアップはね、意外と難しいですからね。になだいたいやってましたね。うん、ストリートファイターという枠は外れてない。うん。意識も竜は残ってますし。そうですね。そうですね。実質成功でしょ、これは。あ、そのままだったんですか。確か書かれてない。ごめんなさい。あ、いえ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 。さあ、これ。あの、私、最初、あの、上がってるかも。その青い長沢くん、かっこマルコのみたいな感じで書いたつもりだったんですけど。雲を買った。確か。全然書かれていなかった。言ってないですね、カトリ選考は。カトリ選考っていうもの自体が、わかりやすいでしょうね、多分ね。よかった、カトリ選考は伝わった。落ちてきた。勝ちやすい、カトリ選考。怖いなぁ。あ、そっか、川、ロバさんのこういう感じで書けばいいんか。よし、覚えとこう。僕のは覚えない方がいいかもしれない。
表現の方法とか勉強になりますね、これは。ああ、そうですね、確かに。うん。ああ、これは僕がやらかしたやつ。のカードってこんな感じだったかなってちょっと思ってるんで。これ、ボリューム技っぽいな。あれです、しかも、すごい。ちっとかく時間がありませんでした。レオンがつけなかった。バイオハザード4ってかなりなんかあれ限定的だなと思って。マジかみたいな。なんか右下にこういうのあったような気がする。あった気がする。なんか、揺れ動いてるやつというか。波とかもしっかり書けばよかったかなって思った。いやー、もうこれなんか、この波。いや、これ、バイオハザードに変わったところじゃないですか、多分。そう、ね。確かに。緑ピカチュウがファイアーザードフォーはもうさあのピカチュウでしたよ多分しっかりピカチュウだったんですけどこのままだと細切れになるって思っちゃってなんかすごい飛んだな任天堂からカプコンになったなあそういえば確かに会社は変わりましたねいや、これは、ピカチュウだけど、切り刻まれてるんじゃないかと。どういうシチュエーションなんですか？この波乗りピカチュウ、すごく可愛くて好きですよ。いい、ピカチュウ。ピカチュウは分かりやすいと思う。そうですよね。ピカチュウ、もう、すぐ、あ、ピカチュウ、ピカチュウって分かったんですけど、じゃあ書いてくださいよ。ピカチュウを書いてもらえる。俺もピカチュウを書いてたと思います。なんていうんですかね。ピカチュウの割にちょっと細切れになりそうな線が入ってたんで。ああ、そういうことか。きっとあれだあの熱線だっていう。タキシードミラージュー。はい。ノリノリだろうさ。みんな酒飲んでないですか？酒飲めよ。本当っすか？酒は飲んでますけど。飲んでますけど、俺も。ああ、ちょっと。みんなで今度集まって酒飲み会しませんか？コロナ、コロナ2回打ったと。コロナに通ったぞってやぼ、もうちょい時間かかるな。結構ハードル高いですよ、いろいろと。ワクチンを2回打った後ですね。そうお、あったんですか？早い。僕はまだ打ててないですね。まだまだですね。やっぱ最初痛いんですか？一回目は、まあ、なんか腕が痛いぐらい。で、二回目は、なんか熱とかがちゃんと出るっていう。うちの集落では、もうね、おばあちゃん、おじいちゃんたちがね、やったぜ、コロナ。ワクチン注射で、おいっことアヒルみたいな感じで。すいません。まあ、いいことですね。まあ、まだ出てないと思う。そうそう。まあ、子供来て、なんかみんなに移ったら、もうね、もう、牛、限界集落なんで、集落なんで、誰が移したかとか、そういうのも気にせず、ガンガン来るから。うん、村八分になりますね。そうなんですよ。とは言っても、あんたちの子、
コビットなんて違うわ。コビットじゃなくて、コロナにかかったらしいじゃないのって言って、そうなの。もうああ、もう、すぐ広がるんだ。そう。コビットなんちゃらっていうのはもう全く使われてないよね。うん。いや、ロドリゲスみたいな名前のな、おっさんな。ロドリゲス。どっから出たんだろう、ロドリゲスが。ではでは、はい、そろそろ次よろしいでしょうか。あ、はい、はい、あ、すいません、すいません、はい、僕がね、お、お題が思いつかな。お、おー、すごいの。なるほど。すごいの来たな、これ。だいぶ意味わから、意味のわからないお題が。すごいのがあるらしい。これは。どしもネタ書いてしまった。大丈夫ですか？配信つけてる方もいらっしゃるんですよ。やばいやばい。どうしよう。なんか、何かしら。何もできない。もう僕は無力だ。おなんだこれ。なるほど。なんだこれ、途中で止まっちゃってる。
むずっ。いい感じになってきた。難しい。やべえ。やばい、エヴァの子孫みたいなの書いちゃった。いや、お題が合ってるかもしれませんよ。本当だな。そう。これかいってたのは、エヴァの子孫みたいなの。背景がすごいな。なんだ。あ、そういうことかな？これはちょっと俺の空気を読んで。今回は個人的にいい感じになった気がする。あ、本当ですよ。さあ行きましょう。はい、まずはお二人ね。何くんって何なんですか。だんだん出来上がってますけど。すごい、牛乳くん。あー、おい、おい。あですか。あ、違ったんだ。そっかそっか。そっかー。これかー。ロバさんのような、結構なんかサイケデリックな感じで。なんか右のマークあった気がする。みたいなやつあった気がする。いやー、いいっすねー。なんか。シートを食べる牛乳瓶だから。あ、これがさっき言ってた、まあ、あの、まあ、いや。うん。あ、ドラえもんってどっち？あ。これはなかなか。おぉ。ポッキーやる。たぶん。おぉ。まあ、これは。おぉ。あ、うまい。わかりやすい。めっちゃドラ焼きドラ焼きやなんて、これはいいですね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。ロアさんの感想みたいな。うん、感想になってる。初成功なんじゃないですか、これ。ある意味。ドラ焼きはもう、ドラえもんとドラ焼きはやっぱり。そう。ちょっとね、切り離せないことがあるからね。
大きいがあるから伝わりやすいドラえもんは。いやだってもう来た瞬間あめっちゃドラえもんだと思って。ああ確かに。そうそうそう。名前何にしようかなと思った時あそこドラ焼き大好きだなと思って。ああこの絵のタイトルを考える感じなんですね。そうでしたね。なんか最終的にそんな感じになりました。ああいいですね。これはいい感じに なりましたね。よしよしよし。さあ続いては。あもうあこれ。いや惜しかったね。スマホだ。なんです。スマホは難しいな。おおすごい。本当にいいんですけども。リングのサルコですね。サルコは伝わりましたよ。なるほどなるほど。そっかスマホかな。そうなんだよな。大きさが難しかったんだよね、調整が。あんまり小さくしてもサナコ出せねえしな、みたいな。サナコはでも繋がってるから、まあ。スマホか。でもみんなサナコってわかるんだね、ちゃんと。まあ、ある意味、ドラえもんと似た感じで特徴がしっかりあるんで。そうですね。そうね。髪の毛長いっていうのが特徴でありますもんね。そう。そうなんかこのレジさんの絵見たときにあのテレビではないのかなってちょっと思ったんですよ。だから縦長にしたんですけど、そうそう。もうちょっとうまいことスマホ感出せればなと思ったんですけど。なるほど。ここで貞子が来るとは。入会議が終わった後、服を脱ぐ。モニターにはなっつって。これか。これか。あーあ。ああ。これが、ああ、なるほど。結果的に、砂嵐が出てきましたね。僕が先般だな。先般だな。いや、多分先般はお題を考えた私です。いや。いじネタをやろうと思ったんですけども。ああ、なるほど。僕もね、なんかもう下半身脱いでるやつはしちゃったから。ところで、はい、そのロアさんの解体なんですけど、これは脱いのはなぜという認識でよろしいでしょうか。そうですね。もう、実際脱いでて、まあ、まあ、気づかれない。見えちゃいけないところが。そういうこと？ああ、そういうことか。見えちゃいけないんですか。見えちゃいけないとこ、まあ、下は見えないから見えちゃいけないとこを、ズームみんな終わったと思って、立った瞬間ですね。なるほど。脱いで立った瞬間ですか。これも立った瞬間でもうすでにズボン脱いでますよね。そうですね。すごいな。元気すぎる。ドキドキしながら立ったら普通に見てたっていうやつ。下のピンクの人が美人さんだったんだろうな。そう、その可能性ありますね。いやチャットには受けてますよ。伝わり方も面白いって。ありがとうございます。あれ、お違う、僕じゃないか。いや。よかった、サマーさんに4時っていうのは伝わったのは嬉しいな。4時、確かに。的には4時。深夜の4時か。ああ、そうかそうか。ああ、確かに。最近さ、4時ぐらいになるとさ、明るくてムカつかない？ああ、確かに明るい。わかりますけど。とっとと当時来いよって思ってますね、今。安心感ありますよね。まあ確かに。夜更かしした時でも。そう。僕ちょっとうっとり寝てて、なんか寝てたと思って、4時で。ああ、やばいやばいと思って、
そう、お風呂入ろうとして。そしたら新聞がね、来てて、おもーんってなって。ああ。そうそうそう。まあ、いろいろありましたよね。あ、来た。これはですね。あー。なるほど。なんで無事かも。これはですね、どうかこうと思ったんですけども、こうなっちゃいます。最初シンデレラが、シンデレラがお姉さんにバカにされてる絵を描こうと思ったんですけど、シンデレラ、こうだと伝えられないんじゃないかと思って、12日になったら、僕もその辺の絵を描いてもらえるかなと思ったけど、そっか、伝わりづらいか、描いたら。僕、マジで、パスタの茹で時間を間違えて焦る女の子。パスタの茹で時間いや、どう考えたパスタないんですけど。パスタ。もうちょっとお城の時計館みたいなのを描けば、伝わったのかなと思って。ああ、なるほど、なるほど。イギリスのでかい時計みたいな。はい。そういうような雰囲気の、城の時計を描いたら、狙ったかなと思いました。いや、マジで、ほんとに。ドアさん、すごい飛んだな。ちゃんと12時って書いてあるのに、もう。あら、私パスタ。ああ、そうか、お昼時そういうことチャットから質問が来てて、ロバさん、なんでパスタって。12時にちょうど、なんかパスタが茹で上がるように設定してたものの、あ、すごい。ちょっと、あら、12時。あら、もう12時。あら、12時。あら、そろそろ上げないと、ふにゃふにゃになっちゃうわって。そういうことなのね。それですよ。それがすべて。なるほどね。パスタを茹でるっていうのはやはりなんか伝わりやすいですね。うん。パスタはなんとかね、つながったけど、本来つながってるというか。気がする。一応12時までやろうと思ってるんですけど、はい、大丈夫でしょうか。あ、大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。僕も大丈夫ですよ。ありがとうございます。僕も大丈夫です。はい、ありがとうございます。そうか。爽やが行きたくなってきたな。どう、よし、次の、よろしいでしょうか。はい。あ、どうぞ。よし。では、はい、ではよろしくお願いします。お願いします。はい。はい。あ。ちょっと待って、うわ、難しい。じゃあ、なるほど。あ、違うな。これはもう位置探しちゃう。
ちゃな。いや、ちょっといや、もう。書いてんじゃない、なんか。どうなんだっけな。おお、僕いい感じでできた気がする。あ、意外といいかもしれない。なんか多い。あ、まず待ってよ。あ、どんなやつやん。あ、あれをやるわ。あ、待って。あ、待て。いい感じだったんじゃないですか。よし。です。あ、これマジか。いいですね。で、おっと、サーバーとの接続が切れました。再接続してますって出た。あ、後の接続が切れました。行っています。本当だ。どうしたね。あ、全員ですか。うん。あ、じゃあ多分これ自体が落ちたんでしょうね。うん。接続が切れました。あ、多分。再読み込みでいいんですかね。どうなんだ。あ、多分これ自体が落ちたんでしょうね、これ。あー、このゲーム自体。あー、ダメだった。僕ひげ剃っていいですか。夜ひげを剃る派なんですね。ああ、確かに。僕はあれですね、年中ひげ剃る。てか、今まで、ひげ剃るとき。あ、ダメか。リセットされたやつな、しゃあないな、これ。うん、ダメじゃない。ヒゲ剃るときって。あ、じゃあもう一回。あれどうすんの、ブラウザバックでいいんですかね、ブラウザバックで。ディスコードのチャットに、もう一回招待 URL 入ります、ね。なるほど。もう一回クリックする。ゲーム側はやっぱりなんか飛んじゃったみたいですね。了解。ありました。はい。そこまで飛んでしまう。あれ、まだ部屋が存在しません。あ、新しく書くのか。ディスコードに URL 入りました。OK っす。まあ、今人気のあるゲームだからしゃあないですよね。ああ、なるほど。みんなやってんだ。いけた。初めて、こういうふうになんか、このゲーム、こういうふうになんか、ゲーム自体が飛んじゃうの。うん。そうか、このゲーム、そういうことが、こういうことが落ちるんですね。
多分時間的にあの今回が、まあ、ラストになりそうですね。うん、僕じゃあ今回は超絶の僕、ああそうか、今度あったら僕ペンタブ使いますね。次回絵描いてみたいですね。こうなってくると絵を描く人が増えそうな気がする、これから。ああ確かに。デジ君は絵描かない？僕どうしちゃっていい。僕水彩画が好きなんですよね。ではではでは参りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。仕切り直し。あ、待ってください。まだ。あ、はい。お。大丈夫ですか。だこれなしにしようか。え、大丈夫ですか。大丈夫ですか。ラクライさん、OK ですか。ああ、ええー、なんだこれ。おお。あ。接続中になりました。あ、戻りました。なんか。はい。お調子が。さあ、これは、うん、難しいなこれ。うわあ、これだ。今回当てられた人がいたらなんか100万円あげるってぐらいだな。あ、ちょっと、いや、むずい。これちょっとダメかもしれない。これむずいなぁ。あー、難しすぎる。もう題がハードすぎる。この絵を。すごい騎士感あるやつ見たなぁ。
やあ、むずい。ああ、マジか。ええー。難しいな。なんだ、これ、お題がわからん。なんだこれ。みんなだいぶ疲れが来てんのかな。死んでるんですよ。ここだな。ちょっと待って待って待って。むずいな。ヒゲソロ。聞こえる？なんだこれ。ギリギリ答えられた。よし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 。完璧。もう僕はもう全部やりきりました。さあ、行きましょう。たな、いろいろと。あ知ってるな、これ。いいですね。これさっき見ました。おお、すげえすげえ。つながってる。ああ消しゴムかこれ。あ惜しい。あ黒と青と白のケースで頑張って消しゴムを表現しました。わかりやすい。そうそう。すごく。黄色と白と黒、青ならもう消しゴムっていう。あそっか黒か。最初青で描いちゃったな。ああ。確かにこういうこの結晶もありますよね。かわいい。まあ、確かにこれはあの2枚目いたチョコに見えますよね。確かにね。ちょっといたチョコ感を出してしまったな。いたチョコ。やっぱ色って大事なんですね。あそうですね。そうですね。確かに。太陽は明らかに。つながってるもんね。あ、そうですね。確かに。それはうまいこと伝わりましたね。うん。オッケーオッケー。よし。さあ、どうかな、これ。あなるほど。十字架が。崩壊になったんですね。円マークが。
あー、肉屋ってことか。おー、すごい。おー、ちょっと。ガイル少佐って書こうとして変換ミスりました。あー、なるほど。ギルドは伝わってる。おー、すげえ、ギルド。これ、ギルドに入ってないと買えないんですか？これ今まで一番の傑作じゃないですか。ああ、なんかもう完璧、完璧でしたね。なかなか。さあ、どんくらってラム、これね、ドームブってのがちょっとよくわかんなくて、ドームブ、あのラムちゃんを描いて、多分 FF ですよね。ドームブって、あ、FF の魔法かと思って、全然魔法使い現地に変えられてしまう。これキャンプになっちゃった。あれ、あ、なるほど、そうか、ラムって、ラムちゃんかと思ったな、これ。ドムブ、あ、FF？ これは完全に先般ですわ、僕。ドムブは伝わりづらい。ドムブ、ちょっと俺も、あれっす、わかんなかったっすね、ギリギリ。ドムブマインドと同じようなやつなんだね。っていうのが、新たな知識として得られたものの。で、なんか、パッと見、1枚目と2枚目の絵、なんか、まあ、なんか繋がってますよね。そこまで。魔法で何かしてるんだろうなっていうところは。確かに。そこはいい感じで、なんか、なんとなく伝わりましたね。いやー、ドムブか、ちょっと、あれっすよ。ニッチすぎますよ、ロアさん。ドムブ。やってないんすから。いや、もう、イバリースシリーズ大好きなんでよ。ごめんなさい。僕もいきなりドムブって言われても、ちょっと、わかんない。もうちょっとメテオとかアルテマとかそこら辺にしといてもらえると。確かに。確かにな。あ、アルテマを奪うために、瀕死にさせるラムザ。テリゴシックスバレリーナ。あ、これか。あったっけ、これ。確かに踊ってます、ね、うん。脇から出血する夫人。なるほどね。これ、脇だったのね。あー、ちょっと、そうか、そうか。バレリーナのヒラヒラみたいなやつね、これ、きっと。うん。そうそうそう。うん、出血の位置はもうちょっと調整するのか。そうか。いやー、ゴシック風だな。もうちょっと黒くした方が良かったな。あ、そうか。なるほど。うん。なかなか。あ、そしてラスト。ああ、おー、すごい。おー。あー、ちゃんとお化け屋敷って感じも出てます。あー、思った。かこそう。もうね、お化けと T シャツ持ち。おもち。こうなるよね。おもち。そう。おもちですよね。いや、お化け屋敷に入るとね。くれる思っていいよね。僕らお化けっていうのはちゃんとがっつり伝わりましたね。そう。サワ君ね、お化けくんだけ残って T シャツにプリントされましたよ。いいですね。おお、すごい。あのチャットがあのサワさんのね、もう漫画家みたいなマスターってすごい。お前らサワ君の絵のマスター知らないのか。いや、知らないですよ。見ざる言わざる聞かざるはめちゃくちゃよかったぞ。酔っ払ってる、酔っ払ってる。酔ってないよ、大丈夫だよ。いやー、あー、
レジ、あのレジさんのこのお化けくんの T シャツもこれすごくいいですよ。好きですよ。そうですね。これあれしよう。販売しましょう。三、わあ。物販で。物販で。3000円でいくと割とかかるから。どちらかというと白 T にこうアイロンで熱をかける。お話が本格的に広がっていく。いや2枚ともこれあのすごく好きですわ。です。よし、どうしたんですか。お、チャレンジャーあのチャットが販売したら買えますねってやった。え、僕のも買って商品化しようおチェリーさあ2時間がっつり集めましたね、はい、いやー本当面白いですね。初めてやったんですけど。そう、僕も初めて。ありがとうございます。あ、もう本当に途中参加させてくれてありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、あのチャットがあのロバさんのはロバさんのはいりませんって俺のも買えよ。3000円だぞ。3000円絶対もうちょい安くしてもいいから、お願い、買って。あれ、まあ、みんな死んだ。終わられちゃったな。3000円はちょっと高いなって。そう、あー高いか。100円だったらロバさんの、あの買います。チャットが100円はゲなんか芸人の単独ライブの物販コーナーで売られてるぐらいの値段ですね。せめてし、あのなんマイナスになってもいいけど、せめて白 T だけは買ってくれ。あ、白 T だね。白 T 代分だけ。そう白 T 買ったらその場でウィーンっつってやるから、そこでプリントみたいな。そうプリントをつけるから買ってくれ、頼む。なあ、かん、そのロワチャットがロワさんの缶ビール1本台ぐらいならって。え、お、いや、缶ビール1本で買ってくれるみたいです。え、なんですか、缶ビール1本くれるんですか。そしたら僕はするだけでいいんですか。え、食いついた。でもマイナスじゃないかな、Tシャツと缶ビール。うん、いやー、よかった。本当にあの、約2時間。桜井さんもあの途中参加、本当にありがとうございます。楽しかったですね。楽しかったですね。楽しかったですね。ちょっとなんか、エンタブとか欲しくなりますね。あれですね、今度はサンドイッチとか、ね、コピーとか、そういう。そうですね、違う、あの、いろいろルール試してみたかったっすね。いろいろ。あ、そうですね。また次回はなんか、あの他のそういうのもいろいろやってみましょう。はい。よし。イエス。あ、あの、チャットが、あの、面白かったです。またぜひ行ってって。ありがとうございます。優しいチャットなんだ。あの皆さんすいません。ちょっとあの配信切った後にちょっとあの お伝えしたいことがあの少しだけあるんで、あの、はい、ディスコードを抜ける前に先に、はい、あの配信を、はい、あの切りましょう。あ、了解です。わかりました。あの、じゃあ、はい、自分の配信困りました。自分の配信あの切るんで一瞬だけあのディスコードミュートにします。はい。はい、お疲れ様です。あらららら、あらららら、あらららら、ら、ら、よし。はい、ということで、ありがとうございました。また機会があれば、あの、このゲーム、やります。
ありがとうございました。では終わりますね。ありがとうございました。どうもー。